皆さん、今日は本当に本当にこんばんは。緑の妖精マジシャンの山ちゃんです。今日は音声だけでお届けしたいと思います。一緒にドライブしながら聞いてください。実は今日告知があります。いい知らせです。私、緑の妖精マジシャン山ちゃんはテレビに出ます。どの曲かはこれからその曲にまで、ドライブで向かおうと思います。番組はカナタリナックスです。有名ですよね。もう十何年もやっている番組ですよ。チームナックスさんが勢ぞろいで、繰り広げるエンターテイメント番組ですよ。その中で10年前にマジシャンへの道という企画があったんですけども、それの第3弾に、出させていただくことになりました。さあ曲はここです。このでっかいビルディング、 HTB さんですね。 HTB さんですよ。立派だ。チャンネルで言うと6チャンネルかな。6チャンネルです。で、花垂れナックスの時間は木曜日の深夜、12時15分かなから放送されています。で、その中のさっき言ったマジシャンへの道、これどんな企画かというと、花垂れナックスのチームナックスの皆さんに、マジシャンがマジックを教えてそれを披露してもらうという企画でございます。で、マジシャンが5人出ます。で、全員3人は僕の知ってる、仲のいいマジシャンであったりお世話になってる、大先輩ですとか、そういうマジシャンで、あともう一人は、アマチュアの方で、4人で、やらせてもらいました。これはもう当日のお楽しみで、どのマジシャンかは僕は確実に出ます。で、日にちが3月の25かな、やばい、日にち忘れちゃった、どう忘れした、3月の25かな、ちょっと分かんない、何ちゃっけ、3月の日付が3月の25日でございます。日付が3月の25日でございますの、木曜日なんですけども、12時10分からです。ぜひご覧ください。ちなみに日付は3月25日なんですけども、何回もすいません、そっから4週間連続か5週間連続でその企画が、放送されます。で、僕が出るのが僕が出るというか、僕がメインになるのが2週目3週目なので、日付で言うと4月1日、4月8日、まああくまでも予定ですけど、この、2日間ですね。でも、この一通りこの企画全部見ていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。まあ、今日は音声だけなんですけども、まあ、残った時間は、まあ、あともうちょっと一緒にドライブしたいと思います。まあ一応じゃあもう一回ギュッとまとめると、ハナタレナックスに出演します。チャンネルは、6チャンネルで、日時が、3月の25日木曜日深夜0時、15分からです。そこから5週間連続でその企画が、放送されます。僕は、2週目、3週目に、メインとなりますので、ぜひ、忘れずに注目して見ていただけたら嬉しいなと思います。Magic shine.